今日は私の旧友作家井上凛子と井上千鶴さんにお話を伺いします。井上さん、こんばんは。こんばんは。お久しぶりです。本当に久しぶり。20何年ぶり。数年ぶりよね。ですね。実は井上さんと私は名古屋の方で深夜放送を一緒にやってました、はい、あれは水曜日の夜中でしたね。そうですね。あの番組は1983年の9月から始まってました。お互い若かったですもんね。若かった。本当に怖いもの知らずでおしゃべりしてましたよね。でしたね。一部が千鶴ちゃんで二部が私だったんですけれどもね、はい、東海ラジオって結構深夜は遠くまで電波が届くので、うん、今はねインターネットラジオで全国で聞いていただけますけれども、あの時はその電波をねキャッチして、うん、本当に遠くからも聞いてくださってましたね。そう、雑音混じりのラジオをこうチューニングして、うん、私一番遠かったのはね、どっか那覇とかに向かう船の中ですとか、ええ、東南アジアのどっかの小さな島ですとかっておはがきをもらったことがあるからそうなんですか。 ありがたいなラジオのリスナーっていうふうに思ってました。本当ですよね、はい、そしてなんとそのとびっきりナイトの当時のリスナーさんがこの番組をね、うん、聞いてくださってるんです。でね、千鶴ちゃんに出てもらうよって言ったらもう皆さん喜んでくださって、何か一言いただけますか。はい、ずいぶん前になりますけれども、私の声を聞いていただいた方々本当にありがとうございます。それでまたこういうチャンスがありまして、また再びラジオの電波で再会できたことがすっごく嬉しいです。ありがとうございます。本当に一期一会ですね。本当です ね。さてそんな千鶴ちゃんが、まあ、気がつけば私の知らないうちに作家になってたということで、ですね、はい、もう紆余曲折、私ラジオの深夜放送やってその後結婚して子供を3人立て続けに産んでいる間に、はい、外に出ることもままならない時期がやはりあるんですよ。お母さんやってる方たちとってもよくわかると思うんですけど。わかります。私何かできることはないのかなと思った。うちの中でできることを考えたら、うん、物書くことぐらいかなと思ったのがまずきっかけなんですよ。はい、素人なのでやっぱり何もわからないし、ちょっと勉強しに行こうかなって思って出かけたのが、東京で講座を開いている山村正雄記念小説講座というところがあるんですけれども、そこでいろいろちょっと小説の書き方みたいな本当にノウハウ、まあ、本当に基礎的なことから教えていただいて、少しずつ文章が形になって物語になって、そうしていくうちにじゃあ誰かに読んでもらいたいっていう気持ちが構築できて、うん、いろんなところに応募し始めたっていうのがまあきっかけですよね。うん、でしたらこの北区内田康夫ミステリー文学賞以外にもいろんなところにチャレンジしたんですか。もちろんそうです。玉砕数知れずそして内田康夫ミステリー文学賞の特別賞で浅見光彦賞を受賞したオルゴールメリーの残像、あの短編集でね読ませていただいたんですよ私。この本って解説を森村誠一さんが書かれてますね。はい、もうどこの何者かわからないような新人に解説を森村誠一先生が書いてくださったというのはまたこれがご縁がありまして、さっき私が言いました、東京の小説講座の名誉塾長をされているのが森村誠一先生だよね。そうなんですか。毎回先生は来られるわけじゃないんですよ。それはもう3ヶ月に1回とか半年に1回、受講生たちに本当に貴重な長い間もう第一線走って来られている作家としてのアドバイス、惜しげもなく教えてくださるんですよ。森村先生の方は若い人たちから自分自身がインスパイアされるっていう、本当になんかお偉くなられてもねいつも自分をね鼓舞してらっしゃるっていうか、そういう姿勢にも私はすごい感化されるところがあって、もう人間的にもやっぱすごい方だなって思って尊敬してるんですよ。本当にいいチャンスといい先生方に恵まれたと私は思ってます。千鶴ちゃん、実はですねもうあっという間に時間が過ぎてしまって、はい、
あの、うん、作家井上凛さんの作品紹介をね、これブックアラカルトというコーナーなのでね、うん、あの作品紹介をさせていただきたいんですが、来週のお楽しみということでもう一度お願いできますか。もちろん喜んで。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。先週に続いて今日も私の旧友で作家井上凛こと井上千鶴さんにお話を伺いします。井上さん、こんばんは。こんばんは。なんか井上さんっていうのがちょっとしっくりこなくって、前回は千鶴ちゃんって何度も呼んでしまいましたが井上千鶴ちゃんが私が知らない間に井上凛として作家デビューをしてらっしゃいました。あの先週もね、そのことにも触れさせていただいたんですが、森村誠一さんも大絶賛されたこのオルゴールメリーの残像、これは短編集になっていて、その中の表題作オルゴールメリーの残像で第4回北区内田康夫ミステリー文学賞の特別賞浅見光彦賞を見事受賞なさいました。これだけの作品をその身近なね、あのお友達である千鶴ちゃんがって思うとまた余計にね、わすごいなって私は思ったんですけれども、受賞作のオルゴールメリーの残像はとてもね、結末が悲しくてね、あのこれ一番伝えたかったことって何ですか。家族、コアな部分に家族で、その家族っていうのは血のつながりだけじゃない、その家族、まあ、読んでいただくと分かるんですけれども、実のところ血のつながらない女の子を家族みんなが大事にしてて、苦悩なり悩んだり、していくっていう姿、こういう家族の姿ってありかな、そういうふうに思って書いてみました。養子縁組っていうのも難しいなっていうことも改めて感じたりもしますけれどもね、私自身も本当はあのすぐに子供を産めたわけではなかったので、不妊治療ってどんなんだろうとか、いろいろなやっぱり周りの人、お友達のお話聞いたりとかなんですけども、何かに思い当たることってあるんじゃないかなっていうのが、そうですね、心の中にありました、すごくあの感情移入ができるんですよ。母の気持ちにが分かる人が読んでいただけたらなっていうのはすごく思います、伝わりました。ありがとうございます。そしてこのオルゴールメリーの残像を含めて5つの短編なんですけれども、これね、森村誠一さんも解説でまず書かれていましたが、あの一人の作家が書いたと思えないぐらいにいろんなテイストで楽しませてもらえて、あの一番最初のミッシング、もうストーリー展開がすごいですよね。タイトルも好きです。ちょっとした欠落、欠けてる部分みたいな、誰しもあの完璧な人間がなくてどっか欠落感がある、幸せに見えても誰かこう寂しさ抱えてるんじゃないかなっていうのはあると思うんですよ、そういう意味を含めてのミッシングっていうのをつけました、この短編集の中で実は一番好きなのはワインディングロード、恋愛小説とはちょっと違うんですけども、読後感が爽やかでね、人間再生の物語っていう感じですよね、の生まれて育った町を舞台にしているので、とても感情移入して書きやすかったっていうのは確かなんですよ、だからそういう意味でとっても私の書いた文章が私という人間を、表現しているということを評価してもらったみたいで、とっても嬉しいです。そうですか。そしてケサランパサラン、これワクワクしながら読みましたよ。あの幸運を呼ぶという妖精の名前なんですよね。はい、面白い響きだし、こういうタイトルにしてもその幸せっていうのを象徴してケサランパサラン、で夢を叶えたいっていうんでちょっとコメディタッチになってるんですけども、ちょっと笑いながら読んでもらえればなっていう気持ちで書いてみました。なんか現代版の水戸黄門っぽい感じかっこよくないね、いおじさんも、ちょっとかっこよく見える部分があってもいいかなみたいなね、これ楽しいですよね、波乱万丈でね、いいですよね、すごくね、そしてスターダストレビュー、これは芸能界のもう一面をね切り取った推理という感じなんですけれどもね、私自身が、ぬいぐるみのショーの、 あの司会のお姉さんのアルバイトを学生の頃にしてたので、ぬいぐるみショーっていうのを舞台に、ね、あのその裏を書いてみるのも面白いかなと思ったんで、学生時代のアルバイトが非常に役に立ちましたそうなんですねもうこれもね楽しんでいただけると思います。そしてあの井上凛さんは作家として、
またあの森村誠一さんの作品に解説を書かれてましたね。そうなんです、私があの自分の短編集に解説をお願いして、うん、そしたらあの逆に、うん、じゃ あの私のにも書いてくださいよっていう風に、もう本当にありがたいお言葉をいただいて、私なんかでよろしいですかって言ったんですけど、うん、書かせていただきました。この森村誠一さんの海の社交ですよね、これ書くのってかなりプレッシャーだったんじゃないですか。すんごいプレッシャーですよね、本当にプレッシャーを感じましたよね。実はあのいつかね、いつか森村誠一さんにもこの番組でお話をお伺いできるようなチャンスを井上凛さんが作ってくださるというのは本当でしょうか。ぜひ私の方からお願いさせていただきたいと思ってます。楽しみに待っています。はい、楽しみにしてください。2週にわたってどうもありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。私のお友達で作家井上凛こと井上千鶴さんにお話をお伺いしました。